山本正治、山本正治、山本直文、1977年8月1日台は、日本の男性プロレスラー。岐阜県岐阜市出身。現在は、吉立のリングネームで活動している。WWE 所属時代は、ギミック上、東京都出身という設定になっていた。国士館大学時代、レスリング部に1年間所属し、 ボクシングフリースタイル充実など経験。2002年3月に新日本プロレスへ入門。同期に中村晋介、田口隆介、長尾博、志、後藤博志大木がいる。アメリカに渡り、新日本プロレスロサンゼルス道場で修行後、同年10月12日に、高楽園ホールの井上渡る戦でデビュー。2004年と2005年には、第9回。 第10回ヤングライオンハイに連続参加。優勝は、逃すが、積極的な、試合内容で注目される。当時の必殺技は、後藤達都史記伝のバックドロップ。2005年には、ボクシングプロテストを受けることが発表されたが、結果の発表はされなかった。2006年、所属レスラーの大量離脱に伴い、師匠となった、長田博士とタッグを組んで、 E1 タッグ王座への挑戦。ゼイチマックスに所属する、蔡良治との交想など、第一戦の試合での起用が増えるようになる。同年8月に G1 クライマックスに初出場を果たすも、リーグ戦全敗を起死した。2007年11月、無期限の海外遠征に出発。WWE の参加団体である、FCW に入団し、ミスター山本、 ミスター山本のリングネームで活動を開始。12月4日の FCW デビュー戦では、謎の日本人、マスクマンである一番に連れられて登場し、デリック・リンカーンと2対1でのハンディキャップマッチを行い勝利した。2008年1月から2月には、FCW 南部ヘビー級王座挑戦権、争奪バトルロイヤルや、ロイヤルランブルマッチに出場するタイグオエルも、 挑戦権を得ることができなかった。2008年2月、新日本プロレスとの契約を更新せず退団。フリーとなり、4月に WWE のトライアウトに挑んで合格し、9月にはビザを取得したことを機に、ディベロップメント契約を交わして入団した子を発表した。引き続き参加団体である FCW にてトレーニングに励み、 タイトルマッチには無縁ではあったもののレギュラーとして出場機会が多く、11月にはリングネームを山本、山本へとマイナーチェンジ。2009年1月、リングネームを父親の名前である吉達からあやかって吉達、吉達へと変更。6月30日、WWE に昇格してリングネームを吉達、吉達へとマイナーチェンジし、 ECW にてデビューを果たす。吉達を相手にせず挑発ばかりしていたシェルトン、ベンジャミンに対してハイキックを一撃で決めて勝利を収めた。7月9日の ECW ではベンジャミンと再戦するもリベンジされてしまった。以降、FCW と ECW を行き来しながらもポール・バーチルやウィリアム・リーガルなどを相手に勝利を収めている。9月15日。 ECW にて6月13日に制挙した、三沢光晴への敬意を表して、エメラルドグリーンのタイツを着用。対戦相手のザックライダーに、三沢の得意技であった、ローリングエルボーを見舞い、実況である、マットストライカーは、名前は出さなかったものの吉達が憧れたヒーローの、オマージュを披露したと解説した。ECW 内でのスキットではタッグを組むことが多かった、ゴールダストから、 英語や西洋文化を学んだり、逆にゴールダストに日本語などを教えあった。実況からは ECW 版おかしな二人などと呼ばれた。10月20日、ECW にて、クリスチャンが保持する ECW 王座への挑戦権をかけて、ザック、ライダーと対戦して勝利し、正式に ECW 王座挑戦権を獲得した。10月27日、 ECW 王者のクリスチャンに初挑戦するも、王座をダッシュするに至らなかった。この試合は、WWE が実施した、WWE ユニバースが選ぶ2009年度のベストマッチ25にて22位にランクイン。ECW では第2位であった。12月14日、RAW にてデビューする。ジョン・モリソン&、マーク・ヘンリーと組み、ザミズ&、ドリュー・マッキンタイヤ&、 ザックライダーと6人制タッグマッチで対戦。ザックライダーから右ハイキックでピンホールを奪い、RAW デビュー戦を自らの勝利で飾った。2010年1月12日、ECW にて ECW 王座挑戦権をかけた ECW ホームカミングフィナーレバトルロイヤルに出場するも勝利を逃した。 1>, 1月19日、ECW 放送終了後に公式サイトにおいて、1月31日の PPV であるロイヤルランブル2010への出場が正式に発表され、デビュー後発の PPV 出場が決定した。ロイヤルランブルマッチへの日本人レスラーの出場は、史上7人目であり、21番目に登場するが30秒足らずで、ジョンシナに脱落させられた。 2月16日、ECW の番組最終回において、ザミズビッグショーが保持する統一タッグチーム王座に挑戦するも、王座をダッシュするに至らなかった。ECW の番組終了に伴い、2月22日より RAW に移籍した。3月28日、年間最大の PPV であるレッセルメイニア26にて、放送中継の間に行われた、 ダークマッチによる26人バトルロイヤルに出場して優勝を果たした。WWE のバトルロイヤルで日本人が優勝したのは1984年7月にマディソンスクエアガーデン大会において行われた試合に出場したアントニオイノキ以来約25年9ヶ月ぶりの快挙であった。また日本人レスラーのレッセルメイニアでの勝利はアケボの以来5年ぶり史上6人目であった。 8月20日、21日に、両国国技館で行われた、RAW サマースラムツアー、日本公演に出場するため外戦帰国を果たした。20日に、クリス・ジェリコとのシングルマッチを行い敗戦するが、21日には、ジョン・シナと組んでのクリス・ジェリコシェーマスとのタッグマッチでパートナーである、ジョン・シナをアシストして勝利し、ジェリコから接続を果たした。2011年、 追加ドラフトにより、スマックダウン二遺席。また、新人発掘番組である、NXT シーズン後にてルーキーである、バイロン・サクストンを担当するプロとして登場した。NXT では、マリースをめぐって、ルーキーのラッキーキャノンと抗争。その際に、バイロン・サクストンを相手にしなかったことが原因となって、怒ったサクストンとも抗争する羽目になってしまい、指定関係は崩壊。 サクストンも早々と脱落してしまった。サクストン脱落後、ラッキーキャノンを担当するプロである、タイソンキットに、バックステージのロッカーにて勝利を祈る、自身のフィギュア、ミニヨシを破壊された挙句、パーツを盗まれる挑発を受けたことから構想を開始。構想中、ミニヨシの脚部パーツをかけて、NXT では、初となる、ポールマッチで対戦して勝利したものの、試合終了後に、 キットから襲撃を受けて、足を負傷したというアングルが組まれ欠場。以降、タイソンキットが試合に出場している最中、もしくは試合終了後に、誇りという文字がタイタントロンに唐突に映し出されるようになる。そして9月6日に、日本に生まれたことを誇りたいと書かれた黒の、ロングタイツなど、忍者風の黒を基調とした衣装を着用し、顔の左半分に、 歌舞伎の熊取風の白塗りの上、方に、子という一文字を入れた独特のフェイスペイントを施して、復帰を果たし、タイソンキッドと対戦して勝利した。タイソンキッドとの交争後、トレント・バレッタとタッグを組んで、タイラー・レックスカート・ホーキンスと NXT で交争。前座番組であるスパー・ストアーズでは、ジンダー・マハルと短期交争を展開。2012年。 スマックダウンに出場する機会があったもののジョバーという形が多かった。8月9日、10日の両日には、両国国技館にて行われた、スマックダウンハウスショーに出場するため外戦帰国を果たし、9日は、レイ・ミステリオザック・ライダーと組んで、プリモエピコジャック・スワガーと対戦して勝利。10日にはレイ・ミステリオランディオートンと組んで、プリモエピコ ジョン・ローリ・ネーティスと対戦して勝利した。アメリカに戻ってから依然として、ジョバーとしての立ち位置に甘んじた。2013年1月23日、初代 NXT タッグ王者決定トーナメントに、パーシー・ワトソンとのタッグでエントリーするが、1回戦で、ワイアット・ファミリー、ルーク・ハーパーエリック・ローアンと対するが敗戦した。4月4日、レッセルメイて、 エゼキエル・ジャクソンとタッグを組み、フニコカマーチョを相手に勝利した。7月4日、5日に、両国国技館で行われた、WWE ライブにて、外戦帰国し、4日に、グレート、カリと組んで、プリモエピコと対戦して勝利し、5日には、ベエド・バレットと対戦して勝利した。2014年、NXT での出場が中心となるも、 若手レスラーたちの踏み台として敗戦が続いた。4月6日、レッセルメイニア32でアンドレザ・ジャイアント・メモリアル・トロフィー・バトル・ロイヤルに、出場るが一番目に脱落。5月8日、NXT にて、NXT 王座挑戦権争奪バトル・ロイヤルに、出場。吉立。ちゃんとが鳴り響き、終盤近くまで残ったが、ボーダラスにより敗退させられた。 6月12日、WWE から解雇となった WWE 解雇後、2014年7月より、フロリダを拠点とするインディー団体、I Believe in w Restling、I Believe in w Restling の主催者であるラリーズ・ビスコとスコット・ホールが共同運しているチームビジョン道場にてトレーニングを開始。同月29日、I Believe in w Restling のイベントである Believe77 にて、 FCW 時代に使用していた、リングネームである山本、山本名義で、チェイス・ン・ダンス、女子レスラーのブリタニーと組んで、ジャスティン・マイケルズレオ・ブライエンマイク・パトリックと6人制、タッグマッチを行い勝利した。8月3日、ビリーブ78では、ジョシュヘストシングルマッチを行い勝利している。8月16日、ビリーブ79にて、 SCW フロリダヘビー級王座を保持するアーロムエピックに挑戦して勝利しベルトをダッシュプロレスラーとなってからキャリア初のタイトルを体感した翌17日のビリーブ80ではチコアダムスと防衛戦を行い勝利した同月29日 SCW 南部ヘビー級王座を獲得翌30日ビリーブ80に似てティネアフィップ イボルブに参戦した経験のあるリンスドラドを相手に SCW フロリダヘビー級王座防衛戦を行い勝利している。9月9日、ペンシルベニア州フィラデルフィアを拠点とする団体であるチカラに参戦することが発表された。9月20日、キング・オブ・トリオス2014にてアシュリー・レミントンと対戦するが、試合開始から苦言を呈するゲスト解説の フワンフランシスコでコロナドが我慢できずに試合途中に乱入して強襲。この介入に奮怒して、コロナドにハイキックを見舞いリングから追い出した。そして、デミントンからお礼にとフルーツの盛り合わせを渡され、両者種を取り合い、ノーサイドで終了となった。同月26日、フロリダを拠点とする PWR プロレスリングライアットに参戦。 PWR 王座を保持するリット・ギディンスに挑戦して勝利し、王座を奪取した。10月4日、ビリーブ86にて、チェイスン・ランスと自身が保持する、SCW フロリダヘビー級王座とランスが保持する、フィップ・フロリダヘリテージ王座をかけた、ダブルタイトルマッチに挑んで勝利し、フィップ・フロリダヘリテージ王座を奪取したとされる。2014年10月13日、 新日本プロレスの PPV、キングオブプロレスリングにて7年ぶりに外戦を果たす。この日のメインイベントとして行われていた、AJ スタイルズ VS、棚橋博史による E1 ウップヘビー級座戦にて試合途中に窮地に追い込まれた棚橋を救出戦と介入したジェフ・ジャレットに対してリング内へと乱入し撃退。棚橋のベルトダッシュとなるサポートをした。今後について、 リングネームを FCW 時代に使用したヨシタツを使う意向を示した。ツイッターにてビエイチと記してあるパーカーを身にまとった姿を公開し、自分自身でバレットクラブを壊滅させるとことした。11月8日、PPV であるパワーストラグルにて AJ スタイルズと対戦し、コーナーからのニールキックなどで見せ場を作るが、ジェフ・ジャレットの介入により邪魔された隙を突かれて、 スタイルズクッショらい敗戦。新日本プロレス復帰第一戦目を勝利で飾ることができなかったその際に首を負傷する。11月22日、ワールドタグリーグにて、棚橋博士と組んで出場。開幕戦にて、岡田和地カ吉橋と対戦するも、岡田から、レッドインクを決められ敗戦。試合後のインタビューでは、AJ スタイルズとの試合で首の負傷をしていただけに、 今日の丘のレッドインクはスペシャル。でも自身が万全の状態なら、あれは、ノットスペシャル。と強気のコメントをしながらも首の負傷が原因となり、前線欠場することが決定した。25日、精密検査を受けたところ、首の2箇所を骨折していたことが判明した。2015年6月15日、チームビジョン道場で行われた、トレーニングセッションで、故障から約。 半年ぶりに復帰。チェイスン・ランスと基礎練習を行った。2016年1月4日、デッセル・キングダム10にて、英語実況の解説として登場。翌5日のニューイヤーダーシーでも解説を担当した。3月22日、4月10日のインベージョンやタック2016にて行われるネバー差別96人、タック王座戦で復帰することが決定。4月10日、 インベージョンアタック2016にて、棚橋マイケル・エルガンと組んで、ネバー無差別級6人、タック王座を保持する、ザイリーと、ケニー・オメガマット・ジャクソンニック・ジャクソンに挑戦。試合前よりオメガから首を攻めると宣言された、通り序盤から必要なまでに首攻めを受けるが、ニールキックやミドルキックなどの蹴り技で停止、最後に、 エルガンがニックを捉えて、セカンドロープに登ると棚橋と、アシストとして、なだれ式エルガンボムを決めて勝利。復帰戦ながら、ベルトをダッシュした。2016年4月10日のインベージョンやタック2016のネバー無差別級6人、タック王座獲得後のインタビューで、バレットクラブハンターとして活動することを宣言して、ユニット、ハンタークラブを結成。 キャプテンニュージャパンもハンタークラブとして協力しているが、毎回、成果を出せていないキャプテンを、吉達本人は協力者として認めていなかった。その後吉達は、キャプテンのハンタークラブ入りの可否を、ツイッターでの投票で決めるとしていたが、その結果9月25日のディストラクションインコベで、ハンタークラブに加入させないと宣言した。直後、バレットクラブと結託したキャプテンに襲撃された。 2017年1月4日、レッセルキングダム11代0試合に出場。4月14日、スタッフとして田口ジャパンに加入することが田口監督のツイッターで発表された。5月4日、田口監督からツイッターにて戦力外を通告される。2017年7月、新日本プロレススマホサイトで連載中の日記にて、 新日本との契約を終了し離脱したことを表明。全日本プロレスの王道トーナメントへの参戦が発表された。また、全日本プロレス11月9日、後楽園大会で、浄道リングの保持する三冠ヘビー級選手権に挑戦し敗退。2018年6月18日には、かつての構想相手である裁量二の持つ、アジアヘビー級王座に挑戦するにあたり、 構想当時のリングネームである山本正治で望んだが破れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。